ボンジョルノー、あっちゃんです。今日はね、6月の、15日火曜日、今朝礼タイムです。よいしょ。今日はね、あっちゃんね、昨日はね、ようやくね、龍が如くをね、完結させました。はい、動画はこれからね、ちょっとね、作って出していくんでね、ちょっと数日分、前から撮ってあった分とか残ってるから、まだ結構先になるね、エンディングはね、かなり良かったね。この話をしまって寝てバレになるから難しいんだけど、ね、いただきます。かなりね、こうネタバレになっちゃうから難しい話になってくるんだけどもね、すんごい良かった。今のこのね、時代に合った物語でね、で面白かったね。最後ちょっとなんだかなっていうところもあったけどもね、まあそれもひっくるめてちょっと、まあまあいい作品でした。はい、で昨日からね、ちょっとね、また違う新しいゲームをね始めた。昨日龍が如く終わらして、結局2時間弱ぐらい龍が如くやって、でその後もう一本ゲーム、新しいのをやってね、ほんで昨日編集せずにも寝たいのね。もう疲れちゃってさ、あ、パソコン立ち上がってるな。もうそのまま疲れちゃって寝ちゃったんやけど、疲れちゃってね、もうこれをしとくとね、もうちょっと当分ゲーム動画を撮らんくってもね、ゲームは撮りだめで、あとまあ、ちょっとカット入れて、編集だけ入れていこうかなと思ってね。で、ストーリーをね、こう途切らさないためにはね、カットしちゃうと途切れちゃう。まあ、ドラクエなんかやったらね、戦闘シーンカットしてもええねんけどもね、悩んでるとこやねんけど。龍が如くはね、まあまあ戦闘シーンも面白いんで見てもらいたいなと思うのもあってね。まあ、そんな感じで、ちょっと最終話まで、あと10話近くあるんちゃうかな。まだ作ってないか分からへんねんけどね。まあ、最終話まで、もうちょっとだけ待ってください。多分7月中には完結できると思う。他のもやってるからね、こう、順番に出していきたいから、まとめて出しちゃったらね、他のゲームがまた止まっちゃうんでね。だからやねんけども、ちょっと待ってね。パソコンだけ立ち上げておこう。で、そんな状態で、今日まあ、龍が如くの動画を作るんやけども、ほんで、トーク動画もね、今回ちょっと撮っていこうと思ってることがあってね、ちょっと今、話したいことが一つあって、で、一つ昨日夜にね、夜最後寝る前にね、どうしても話したかったから動画撮ってんけども、涙ボロボロ出てもうて、感情が入ってもうてね、ちょっとまともな動画になってるかどうかわからへんねんけど、今日まあ、ちょっと見返してアップしようかなとは思ってんねんけどもね、まあね、もうメディアってのは腐ってるなと思ってさ、まあ、それに対してメディアに出てくる人が腐ってる。その人が言った言葉なのか、調子に乗って言ったのか、考えずにね、そうか、まあメディアが言わしてるのか、そこは知らんけどもね、まあね、日本人らしからの発言にはちょっと参ったねと思ってね、ビートたけしね。だから、もう、怒りを通り越してしもってさ、だからそれに任せて動画を撮ってしまったから、ちょっと良くない動画になっちゃったかもわからんだけどね。まだ見返してないね。動画撮って、またこのカメラの中入ってね、抜いてないね。抜いてね、だからね、そのまま。で、今日ちょっとまあそれと、昨日の動画。昨日の動画ね、もうほぼほぼ終わってるから、今日の動画を撮って、またトークもちょっと数本撮ってね。ちょっとね、人間なんでネガティブの絵なのかな、みたいなことの話をしたいなと思ってね。まあ、それもちょっといろいろ、あっちゃんの中で分かってきたことがあってね。まあ、これがどれだけ分かってくれるかどうか分からないけどね。あとね、それとコメントを昨日くれててすごい嬉しくってね。やっぱりね、分からへん人、洗脳されて分からへん人ってこの世の中いっぱいおるんだけど、分かってる人の意見としてね、やっぱりくれててすごい嬉しくってね。まあ、いろいろなあっちゃんのね、そういう、ね、陰謀論って言われてる、本当にある陰謀に対してのお話やねんけど、あれどこ行っちゃった？陰謀論って言われて片付けられてるけど、実際の陰謀やねんけど、それに対してのね、話やねんけども、どこ行っちゃったかな。消えゆくヤップ遺伝子の話っていう動画やねんけど、
そこにね、もっとたくさんの日本人がこの動画を見たら間違いなく高評価が低評価の10倍以上になるんだけどねって書いてくれてるよね。すごい嬉しくってね、やっぱりね、分かってくれる人は分かってくれる、分からへんバカが見もせずに低評価をしてるのか、見ても分からへんから低評価をしてるのか、そのあたりやとは思うんやけど、なかなか難しい話やね。ヤップ遺伝子って見えるわけでもないしね。でも日本人にはヤップ遺伝子っていうのは実際あるし、これはちゃんと科学的根拠もあるし、で日本人は特殊な遺伝子を持ってるって分かってんねん。じゃあなんでその特殊な遺伝子を日本人が持ってんのかっていうと、なんでそれかっていうのは科学的根拠はないんやけど、これはもう科学的根拠っていうより、まあ空想小説の域に入るのかもわからへんけどもね。なんで人間は生まれたのか、なんで人間がこの世に生を成したのかっていう と、例えばプランクトンが海洋生物になって、海洋生物が、陸に上がって、でその陸に上がったやつがどっちが先か知らんけど、羽を持って空を飛んで、でその中で、二足歩行になって猿が生まれてってよく言われるけど、そういう進化の中で猿が人間になることがないのね。例えば、ね、猿から人間になったら、その間の、ね、がおってもいいはずやね、間がいてない。で、ダーウィンの進化論ってね、ダーウィンさんってもうかなり昔の人やねんけども、が言った進化論の中にも、人間だけは進化論に当てはまらないって言ってんのね。うん、それぐらい人間っていうのは不思議な生き物やね。そうです。宇宙人は絶対いてる。で、宇宙人が、ね、猿と、ね、遺伝子と掛け合わせて、まあ、猿って人間と遺伝子似てるからね、人間、まあ、人間と宇宙人だからね、その宇宙人が猿 と、遺伝子を掛け合わせて、生を成したのが人間、要は、でそれが奴隷として地球におったって話はしてるよ。そんな突拍子もない話なかなか信じてもらえた、難しいのね。よっぽど頭が柔らかい人なのか、そういうことを気にしてる人じゃないとわからへん。だから頭の固い人たちっていうのは、もうテレビにガチガチに洗脳されて、テレビが正しい、学校教育が正しい。だから未だにね、不登校のことを否定したり、不登校がダメって言う人だけど、不登校自体悪いことじゃない。なんでかって言ったら、洗脳教育を受けさせる義務がある。全員に洗脳教育、これ義務教育っていうのやったら、洗脳教育じゃなく、もっと自由教育にしてあげたらいい。そうじゃなく、完全な洗脳教育、間違った歴史を押し付けられて、間違った教育を押し付けられてるのに、それを行かないといけない。そんな頭の中で言ってる、頭をガチガチに洗脳されてる人には分からへんはずやねんね。朝から暑くなってごめんね。だから、本当にね、最近日本人はね、あっちゃん目覚めろ、日本人早く目覚めろとかよう言うてるけど、目覚めてます。正直ね、まあ数パーセントやけど、目覚めてない人が多いんやけど、その目覚めてない人が目覚めたくないから布団から出ようとせへん。あっちゃんが布団をひっぺ返したら、布団をもう一回引っ張って入ろうとすんねん。それだけやったら、あなたも寝なさいっつって引っ張り込みよんのね、うん、あなたと添い寝したくないですから私は。はい、そんな頭の固いね、ダメな人たちとは添い寝する気はないですから。あっちゃんは一緒にみんなで起きて活動しましょうって言ってるのにね、なんであなたと添い寝しないといけないのかなって思ってまうのね。だからそんな添い寝したい人はもう来ないでくださいってあっちゃんも何回も言ってんのに、いまだに添い寝を誘いに行くのね。そんなにあっちゃん魅力的かしらね。そんなね、うん、おバカな人たちは相手にしてられへんのよ。まあ一生懸命低評価をしてね、添い寝に誘ってんのかもしらんけどね、あなたとは一緒に寝ませんから。はい、もっとね、魅力的な人と一緒に寝ます。はい。いや、寝ません、起きます。アクティブにね、活動しましょうって感じだけどね。とかね、あとやっぱり、この世の中でね、今、メディアで騒いでることに関して、なんかモヤモヤしててんけど、あっちゃんの動画を見て、理解できたってありがとうって書いてくれてる人もいてる。やっぱそんな感じでね、やっぱりちょっとずつちょっとお目覚めしてくれる人はお目覚めしてくれてるからね、少数かもわからへんけど、その人たちと高次元にやっぱり行かないといけない。その高次元に行けない人っていうのは、もう自分で沈んでいくしかないのよ、正直ね。だから沈む人とはもうあなたたちとは付き合うことができないわけよ。うん、だから仕方ないけど、本当に迷惑なんでね、来ないでくださいねってあっちゃんいつも言ってるけど、もうほんまそれがあっちゃん の心の声なのよ、うん、だからね、なんていうのかな、
いろいろとね、難しい話をこれからもしていくと思う。だからどうしてもその難しい、今までね、地球の中で、地球というかね、人間が知り得た情報で話しているけどもね、そんなものはね、この地球の中だけの世界、ここ数年だけの話やね、たったの、100年前、戦前の話すら分かってない。戦前、200年前の歴史すら分かってない。それどころかね、戦後、1950年、なんか70年前にどんな洗脳が始まったのか分かってない。バブルが崩壊したのが、1990年でしょ。だから30年前のバブル崩壊したのは、なぜ崩壊したのか、それすら分かってない。数年前の震災のことすら真実を分かってない。そんなね、歴史を改ざんされてる日本人がいっぱいいてる。それは分からんでしょ。ね。人間がどうやって生まれたのかって、宇宙人との間の子ってなんて分からへんよね。理解したくないよね。あっちゃんのこと、ね。そう思ってるかも分からんけど、実は、胃の中の蛙はそういう人たちのやねんね。だからもっともっと頭を柔軟にして、いろんな面から物事を考えないと本当に真実は見えてこない。自分の中の小さい小さい世界、自分の脳みそなんてはっきり言って小さい世界、そんな小さい世界で物事を考えたってね、分からへんのよ。だから自分の脳みそを一度解放して、解き放って、その解放した目で全てのことを、あっちゃんいつも言ってるのはね、全てのことを聞き入れる。聞き入れることによって自分の中で納得したらする、納得できないことはしないって言ってね。だからそこのところであっちゃんに一生懸命、よく言われるのが、あっちゃんに一生懸命アドバイスしてるのにアンチ扱いされたっていう。アドバイスしてくれるのはありがたい。でもアドバイスしてくれてもその意見が正しいとは限らない場合はしない。正しいと思ったら受け入れてする。それでいい意見言ってくれて、あっちゃんがした時は、あっちゃんやっぱり私の言うこと聞いてくれてよかったわって言ってくれるのに、意見聞かへんかったら、なんで私が言ってんのに、親切で言ってあげてんのに聞かないのって言われるのよね。それあなたのエゴです。だってあなたに対してがええことかもわからないけど、私にしてはいいことじゃないのよ。だからしなかっただけのこと。聞かないんじゃないね。あっちゃんは逆に人の話は聞くタイプやね。で、聞いていいなと思ったらすんねん。ただいいなっていう意見が少ないからしないだけです。あなたの意見は小さい小さい脳みその中の世界だけでしか生きてない。そんな意見は聞く必要がないってあっちゃんは思ってんのね。朝からごめんね、ちょっと挑発的で。だから、そういう人は本当にね、迷惑なの。一番迷惑なのが、あっちゃんは自分のやりたいことをやってるだけやのに、それに対して私がアドバイスだったのにひどいこと言ってきたって言って、見もしないで低評価をしてくるバカね、とか人にひどいこと言ってきたりするバカね、それはブロックされて当たり前です。あっちゃんは猶予何回も与えてました、ね、これってはっきり言って侍に対して正しい意見したら、侍はありがとう、かたじけのうござるって言って受け入れるけど、間違った意見さ、拙者を愚弄したのかって言って切り捨てごめんやねんね。切り捨てられたら生き返れますか。愚弄したら切り捨てられますよ、ね、で、切り捨てって言ったら、あっちゃん、侍、あっちゃんが間違えてたら、侍のみんなはあっちゃんを切り捨てればいい。でもあっちゃんはそれに対して抵抗するよ。もちろん弾くよ、刀を。弾いたらあなた切られますよ。それが本当に正しい生き方ですかっていう話なのよ、ね。まあ言ってみたらね、侍っていう言い方おかしいけど、じゃあ侍やったら難しいね。あっちゃんがさ、侍に例えるのもおかしいけどね。もうその侍のような方切り捨てられて命がなくなってる。今はブロックの世界、ポチッで目の前から消せるわけやねんね。目の前から消したものは復活できまへん。復活の呪文ないし、復活の社はないからね。いくら神父さんに祈って90ゴールド払っても復活できへんからね。それがこの世の中です。はい。だから世の中を理解してない人、まあ世の中を理解した人は人に対してガタ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 言わない、アンチはしない。でも理解できてないからそういうことをするのね。アンチ行為自体犯罪だよってあっちゃんよく言うけども、それしてね、メリットはあなたにないですから。自分を守るためにそんなことをして守れるわけがない。逆に言うたら離れるのが一番いいのよね。あっちゃんは離れてくださいって。もちろんね、いろんな配信者おるよ。あっちゃんの嫌いなタイプの配信者っていうのは
再生稼ぐためにアンチを手のひらで泳がす人いるけど、あっちゃんは手のひらで泳がすことなんてしない。はっきりでぶった切ります。いらないですから。そんな人は見らないでください。本当にこの情報が有益やと思って見てくれて、それで幸せになってくれる人だけが見てほしい。バカはいくらだっても幸せになれませんからね。そんな奴らに見せる動画は作ってないんでね、ちょっとあちゃん今日朝からね、なんでこんな話をするか言ったら、昨日ねちょっとね夜ビートたけしの話をしてからね、ちょっと頭の中がねエキサイティング状態のまま寝てしまったからね、朝からちょっとエキサイティングしてるんでね、いろいろ思うことがあって話してます。はい、最近まあねライブもしてないしね、またたまにちょっとライブもしてもいいかなと思ってるんですけど、ライブでもねこんな話しようか思ってるんで、またよかったら突然ライブすると思うんですよね。ゲーム配信の方もねちょっと落ち着いてきたんで、ゲーム動画もちょっと数日撮らんくてもいいんでね、なんかその分でちょっと時間的に余裕が出てくると思うんでね、ちょっとね今月から来月の頭にかけてねやりたいことがあってね、いつ出かけるかわからんから、ゲーム動画だけ先撮っときたいなと思ってたのよ。だからそれさえ終わったらもう今度はね、それとあと龍が如く終わらしたかったっていうのもあるしね、そんなんもあってねちょっと余裕ができてきたんでね、今週ちょっとまたできたらライブところどころで入れていきます。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日も一日よろしくね。あっちゃん応援してくれてる人よろしくね。おバカなやつらもう来ないでいいですからね。またね、バイバイ。おバカは来世でも会えませんから。